はい。どうも、こんにちは。物語太郎と申します、えー。僕は自分で物語を変えたり、それから物語を読んで分析したりするのが、えー、好きな人です。まあ、そんな僕がですね、今回お話をするのは、えー、プラネタリアン小さな星の夢の小説版であるスノーグローブがですね、名作である理由っていうのをお話ししようと思います、えー。この小説版のプラネタリアンっていうのは、アニメ、えー、もしくはゲーム本編の、まあ、30年以上の 前の話になりますね、えーと。ゲームとかアニメの本編ではもう、す、え、で、ー、にあの、花道デパートの雰囲気が、まあ封鎖だったりとか汚染されて、もう人がいないで、なおかつ、そのプラネタリウムも、まあ夢見がね、ずっと、あの、起動してなかったわけなんですけど、まあその前の話、えーまあ、あの雰囲気が汚染されてなくて、まだ、えー、プラネタリウムにもお客さんがね、来てた時の話を書かれていますね、この小説版の方では。 でこの動画では結構ですね、この小説版のネタバレも、えー、ありますので、まあ、ネタバレが嫌いな人、苦手な人は、えー、見ない方がいいかと思います。で、まあ、その、まあ、さっきね、そのデパートの区域とか汚染される前っていう話をしたんですけど、えーまあ、その中でも、その夢見がね、このプラ,ネプラネタリウムに導入された直後から、まあ、導入されて10年経った、その10年間の間の話をこのプラネタリウムに。 の中でのその夢見と、まあ、それから同僚たちとの関係性を書いた小説なんですね。で、中でも、えー、この小説の、えー、スノーグローブの主人公はですね、まあ、里見主任、えー、倉橋里見さんという、まあ、女のね、えー、解説員の方が、あのー、主役となってます。あの、アニメとかゲームの本編では、クズヤの青年が、クズヤの青年視点で話が進んでいったわけなんですけど、これは、まあ、解説員の里見主任が 見ゆ、まあ、夢見との関,あの関係性というか、まあ、葛藤劇となっています。まあ、じゃあ、里見主任って誰なのっていう話なんですけど、でアニメ本編の冒頭で、ですねこゆ、まあ、夢見にお別れをスタッフの中で、まあ、みんな泣いてるわけですけど、まあ、一番手前にいる、まあ、ショートカットの,このお姉さんがですね、倉橋さ里見さんです。まあ、ここの画面はもうすでに空気、えー、が汚染され始めてきて、でみんなもう。 あの職員のみんなは、まあ、他の区域にこう出ていかなきゃいけないそしてもう戻ってこれないっていう、まあ、そのお別れの話なんですけどまあこのみんながまだ若かりし頃の画像も実はあったんですよねこれはまだゆめみが、えー、プラネタリウムに来たばっかりでちょうどあのなんていうのお客さんから星野ゆめみっていう名前をねもらったよっていう話をしている時なんですけど、まあ、大体小説の 中でこう見ていくと、まあ、この里見主任が大体30歳ちょい32、3歳ぐらいで、まあ、真ん中にいる三ヶ島五郎君っていう、まあ、技術者、エンジニアの人も大体30歳前後ぐらいかなという、えーまあ、なんか時代背景というかね、それぐらいの頃の話なんじゃないかなと思っています。 僕の,、ね、この今回話したいことに入っていくわけなんですけど、まあ、結論としてはですねなんでこの「スノーグローブ」が名作なのかっていうなんか僕の中の1つの、まあ、答えとしては、まあ、この倉橋聡美の成長にすごい感動してしまうというかねこう感情移入して共感するからこそ僕は何回もこの作品を読み返してるし、まあ、他の人にも読んでほしいなと思うようになったんじゃないかなというふうに、えー、思うんですよね。で今回 話するのはこの3つに絞ってます。で1つ目は、里みはそもそもロボットが嫌いだっ,てあの嫌いだったっていう話。で2つ目は、里みは仕事に限界を感じていたと。で3つ目は、まあ、さあの里みは変わっていく自分にもずっと戸惑った。また、あ。この葛藤を乗り越えたからこそ僕はすごい感動したんだと思うんですよね。はい、で1つ目なんですけど、里みはあのロボットが嫌いだったっていう描写が実はあります。 まあ、ロボットが嫌いだったというよりはそのコンパニオンロボットが職場に来るのが嫌だったみたいな話ではあるんですけどね、えー、小説のプロローグでですね、まあ、冒頭からね、あのー、館長から倉橋聡美んと、あのーまあ、コンパニオンロボットの教育係として頼むよみたいなことを言われてですね家ですが館長お言葉ですがなんか私はその人間の解説員をそのあの部下として あの募集してくださいっていう話しましたよねみたいな感じですごいこう拒否してるんですよねなんで私がロボットのせいしなきゃいけないのよみたいな感じでまず冒頭からすでにずっと、えー、拒否してますでまあその理由としては、まあ、解説員としての、ね、プロとしてのプライドもあるし、まあね、多分ですけどこのプロローグの時点で里見はすでにもう主任になってるわけなんで、まあ、18歳に入社したとしても。 まあそうだな、3年ぐらい働いて主任になったとしたら、まあ、21歳か2歳ぐらいの、えー、年頃なんじゃないかなと思います。まあそんなね、こう、なんだろう、ベテランの、ベテランというか、毎日頑張って頑張って3年ぐらいか4年ぐらいか5年ぐらいか分かんないですけど、まあ主任になって、そんな、ね、プロの解説員の私がなんでロボットにしなきゃいけないのっていうまあプライドもあったと思うし、あとは仕事を奪われるという恐怖感もあったと思うんですよね。まあ、ロボットって えーまあ、AI とかもそうですけど、まあ、ビッグデータってって大量のデータをこう収集してでその中からパターンを組み合わせて、まあ、最適な、えーまあ、効率のいい仕事のやり方をしたりとか、まあ、一瞬でそういった仕事の手順を覚えてしまうわけなんですけどで3年以上こうなんかすごいねいろんな失敗をしたりしてこう培ってきた経験がたった一晩でね、えー、吸収されてしまうマスターされてしまうってなったら、まあ、僕,の僕もその立場に立ったらやっぱりなんかね 部下としてロボットを迎え入れるのはすごい恐怖感というか、今日あの拒否感があると思うんでですね。この里美の気持ちがすごいわかるんですよね。なので、まあそもそもの。この里美の葛藤の一つとしてロボットが嫌いだったから、まあ夢見を受け入れたくなかったっていうのがあったんじゃないかなと思います。で、2つ目は里美はあのすでに仕事に限界を感じてたっていうところなんですね。これは結構。まあ、小説の中0半というか。まあ後半半ばから後半にかけて。 書かれている描写の中で、まあ、過去を振り返るところがあるんですよね、自分の。で、まあ、子どもの頃からずっと星が好きで、で、年を取るにつれて、まあ、高校生ぐらいになるにつれて、こう自分もプラネタリウムで働きたいなというふうに思うようになったと。で、まあ、自分からプラネタリウムに電話をして、まあ、あの試験を受けて、で、18歳、高校卒業して、そのままずっとプラネタリウムで働いて、えー、いたわけなんですね。で、まあ、主任にもなったし、えー まあ10年経って、ですね、まあ、夢見となんだかんだ言いながらも夢見の世話をしながらこう働いているわけなんですけど、まあ、そんな中でもその夢見が来た当初10年前の夢見が来た当初はもう子供がね、毎日「夢見ちゃん夢見ちゃん」っつって、えー、プラネタリウムに来たりとか、まあ、大人もお年寄りもこう星を見に来たりしてたわけ、まあ、つまりプラネタリウムっていうのがすごくこう儲うかっててというか賑わってた時代に。 聡美は、まあ、解説員になったわけなんですけど、まあ、だんだんこの10年経つにつれてですね、まあ、宇宙開発が断念されて、まあ、星に興味を持つ人がそもそもいなくなったりとか、まあ、もしくはロボットにこの仕事を奪われたっていうところで、まあ、ロボットなんかいらねえよみたいな感じで、ね、こう街中でこでガソリン撒まいて火を燃やしてそれを動画に撮っているっていう人もいたりとかでプラネタリウムもですね、まあ、平日の初回の放映ではもう予約もゼロ。 184席中予約ゼロで来客もゼロっていう日々もあったわけなんでなんかかつて自分がすごい夢を持ってこう入社したあの始めた仕事がどんどんもうお客さんからは求められなくなっているっていう現実もね結構きつかったと思うんですよねでまあその経営をねそうやってお客さんが来ないことには入館料が取れないんでまあ経営がねあのうまくいってないわけなんですけどまあその経営をうまくいかせるために グッズ販売とかもこう考えてたわけけなんですけど、まあ、ただ、えー、アクセサリー以外の、まあ、星座のハイミッションとかも売れないしで新しいグッズを作るにしても何を作ればいいんだろうスノーグローブっていうのも、まあ、確かにあるけれど、まあ、でも星に関係ないしなみたいな感じのやり取りがあるんですよ、まあ、つまりそのプラネタリウムっていう業界に対しての限界も感じてたし、まあ、自分が年、まあ、をとって、えー、なんかこう なんだろうできることも少なくなっていったしみたいなそういう限界も感じてたんじゃないかなと思うんですよね。はい、で3つ目はその変化していく自分に戸惑う里みっていうところが僕は結構なんかグッとくるところでありました。まあ夢見導入直後はねそのたくさんの子どもたちに囲まれていたわけ,で、えーまあ、わけなんですけど。 まあ本編の中でも出てくる「進む少年」っていうのがいてです、ねまあ、この「進む少年」がまあ夢見のエラーの原因だったわけなんですけど、まあ、そのエラーの解析をしていく上で、まあ、その進む少年が実は原因だったっていうのが分かるわけなんですけどね、まあ、ただその進む少年のことすらもあのこの里見屋忘れちゃってたわけですよね、えー、まあ最後「あの夢見」の中にこ蓄,積蓄積されている動画を見るまでは進む少年のことはすっかり忘れてたんですよ 10年前まだプランタリウムあの開設した当初で,で毎日のように、ね、あのリピートのお客として通って,てきてくれてたの少年の,その動画を見てあそういえばこんな子いたなというのは思い出したわけなんですけどそれまで全く思い出せなかったっていうところは、まあ、自分が、まあ、人間として、まあ、記憶っていうのがどんどん日々書き換えられていくからこそあ,なんかあ,んあの時あんなに大切にしていたのにあの時あんなに充実していた毎日だったのに なんでこんな大切なことを忘れてしまったんだろうみたいなそういう友達がすごくねこの小説の中で描かれててねここを見るとちょっとねうるっとくるんですよね、まあ、だけど、まあ、自分は変わっていくけど夢みは一切変わらずにそういう記録も残ってるしまあね毎日の仕事のクオリティの質も、えー、めっちゃ高いわけなんでねなんか変わっていくと自分と全く変わらない夢みのこうギャップもすごく苦しかったんじゃないかなと思うんですよね。 そううっていうところがあって、まあ、この今話してきた3つをまとめると、ですゆめみは、なんかその、ゆめみじゃない、えっと、里見はです、ね、そのゆめみのバグを解決することで、自分を自己授要できるようになったように思いますね。で、それができることによって、まあ、自分もまだまだ必要とされてるんじゃないかなと、まあ、少なくともお客さんには必要とされなかったとしても、ゆめみからは必要とされてる存在なんだと気づけたわけなんですよね。 でこういうのをなんか、ね、僕はサー世代の人にこそ読んでほしい一冊だなと思っています。というのも僕自身が今34歳で、ねまあサー世代なんですけど社会人に僕なったのが18歳で、まあ、今34年なんでもう十何年以上前に社会人になったんですけどなんか社会人になった当初っていうのはなんかよしこれからなんか、ね、せっかく就職したんだし、えー、なんか自分の目に向かってこう頑張るぞみたいな感じでなんか社会人になったんですけど。 なんか10年経つとなんかそういうのがすごくどうでもよくなってきてで次から次へとこう新入社員は入ってくるわけだしで時代もどんどん移り変わって僕はあのガラケー世代だったんですけど、まあ、今ね、ねスマホとか AI も当たり前の時代になってきたしなんか SNS のおかげで、まあ、人といろんな人とコミュニケーションを取れるようにはなったけどリアルの人となんか話さなくてもよくなったっていうのが便利である反面すごく寂しいなというふうにも感じているんでね。 こういういテクノロジーの進歩による寂しさも結構、このスノーグローブと重ね合わせてえなんか楽しめるというかあの共感できる部分になっていると思うんでですねぜひえ小説の「プラネタリアン」のスノーグローブも読んでほしいなというところでね今回、僕がまあなんでじゃあこのスノーグローブって名作なんだろうというのをえ3つね考えてみたというところでありまました、はい、最後まで聞いいててくださってありがとうございました。